スーパーボランティアとして知られる小畑春夫さんが大分大学で開かれた災害ボランティアの講習会に参加し、学生に災害時の心構えなどを伝えました。今日は災害時の注意事項などを学ぶ講習会が行われ、学部を問わずおよそ70人の学生が参加しました。講師にはスーパーボランティアとして知られる小畑春夫さんが登場。学生の質問に答えながら、被災地では人に優しくし、必要なものは持参することなど心構えを伝えていました。小畑さんは講習会が終わった後も学生たちと握手を交わしたり、記念撮影をしたりして笑顔で交流していました。